どうも皆さん、こんにちは、ノーワンです。ということで今日は僕のヒーローアカデミアの世界に入ってヒーローの学校を作って敵を倒したり最強のヒーローを目指そうというゲーム、スーパーヒーローアカデミータイクーンというゲームを遊んでいきたいと思います。ヒロアカ好きな人はチャンネル登録と高評価もよろしく。ということで皆さん、始まりましたスーパーヒーローアカデミープラハープラハーって何スタートってこと？これ、何がどうなったらプラハーっていう文字になるの？よし、皆さんやってまいりました。見てくれ。結構おしゃれな感じも、なんか急にボスとかいるんやけど、もうすでにボスがいるぞ。なんか宇宙マンみたいなやついる。とりあえず、俺は学校を作らないといけないので、ここの空いてる場所を俺は使ったらいいって感じかな。じゃあ、ここ俺の土地としたいなと思います。オッケー、来ました？みんな見てくれ。俺がヒーローになるため、めちゃめちゃ練習してるね。いい動きだ。いいね。ちゃんとかかと上がってるね。いいよ。素晴らしい。やっぱり運動しないといけないからね。このゲームは、こうやってね、お金をね、どんどん貯めていって、ここで回収して、こういう場所で、お金を使って、自分の土地をね、広げていこうという感じなんですよね。時間が経つにつれて、ここに銀行にね、お金が貯まっていくんで、ここのお金をまた回収して、まあ、畳とか作っていこうか。じゃあ、おい、畳も作って、いいね、いいね。結構いい感じじゃない？おいおいおい、なんか戦って、戦ってる。俺と共にヒーローを目指さないか、君。なんかね、これね、クリックすると攻撃できるみたいな。ほら、OK。かっこいい、かっこいいぞ。ほら、ほら、せいや、ほら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 、いいね。そうこうしてるうちにお金もどんどん貯まってきたよ。じゃあ、トレッドミル買っていこうか。お、なんだ？ここで？あ、新しい友達が増えた。あ、この子を追加すると1秒間に1ドルずつ増えていくんだ。美味しい。じゃあ、トレッドミルもう1個買おうか。オッケーオッケー。これでどんどん増やすの。学校っぽくなってきたんじゃない？ちょっと、ほら。生徒をどんどん増やしてね、学校っぽくしようよ、ちゃんと。なんか無料スピンとかもできるみたい。お金欲しいんだ、お金ください。お金ください。違う、これが欲しかった。あ、5000でもいい。あ、全然ありがとう。ありがとう、ありがとう。5000コインゲット？ 5000 ってめっちゃいいやん。トレッドミルじゃどんどん追加して。あ、なんかヒーローみたいな子たちどんどんいいね。君たちが未来のヒーローだ。あ、ベンチプレスもここでね、やって、ウェイトスタンド。あ、いいねいいね。ここでみんな、じゃあ、ジムだな、これ完全に。先生？ファースト先生。先生じゃあちょっと買ってみようか。先生買うとお金が増えるらしいか。おお、おお、いいねいいね。お、8ドルずつ増える先生。先生ありがとうございます。感謝します。いいねいいね。なんか次は刀の練習してる人たちがいる。運動してどん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 強くなる俺たち。壁どんどん作ろうか。壁壁。机、スピードボード。スピードボードかなこれ。お、なんだ？アップグレード？パワーを装備する スロット。なんか、なにこれ？アップグレードとかできんの？なにこれ？スピード、あ、すげえ！一つ能力解放しました。スピード上がるんだ、これ。いいね、いいね。かっこいい、かっこいい。じゃあ次のパワーをゲットしたみたいなんで、ここも解放していこうか。剣だな、次は。おお、おお、すごい、すごい。かっこいいんじゃない？すでに。すでにかっこいいぞ、結構ね。壁をどんどん、なんかスキンゲットしたぞ、スキン。で、体力140プラス、120プラス、いっぱいあるぞ。何このスキン？欲しい。あ、あー俺が俺じゃなくなっちゃった。まあでも結構かっこいいんじゃない？俺こういう感じのね、キャラクター結構好きなんよね。いい感じの学校になってきてるんじゃないか？こっちスーパーヒーローだな。こっちの方が体力がね、多いよね。140% やから。じゃあパネルのスコアカード追加して、スコアカード、パネルと。おお、いいんじゃない？なんだこれは。結構すごいことになってきたぞ、みんな。これさ、多分2階があると思うよね。2階どうやって上がるんやろ？ライト。オッケー、ライトつけて、結構いい感じな。エレベーター、エレベーターいいね。これ多分2階じゃない？ 2階。セカンドフロア行こう。お、すげえすごいすごいすごい。さあ、じゃあどんどん、草のフィールド来たね、次は。どんどん、あ、先生2。オッケー、これで。おお、すげえ、1000円ずつもらえる、ここ。違う、10K やから1万。さあ、じゃあどん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 解放していこう。壁、岩。エネルギーボールパワー、これはまだ無理か。やっぱいつヴィランが攻めてくるかわからんからな。今のうちにどんどん教育。壁作って、スキン、あー、スキンまだ買えないか。今の俺の、お、なんだこいつ、ヴィランが攻めてきてるやん。ほらーかっこいい、かっこいいな、やっぱり。セッセッ、いや、なにこいつ強い。いや、けど、うわ、いった。やっぱ1ずつしか減らない。ちょっと一旦これはもうちょっと強化しとこうか、俺の体を。もっと力が欲しい。エネルギーボールパワー、これは？じゃあ、エネルギーボールパワーゲットと。スキンこれ買えるね。おー、なんか、ダサいな。けど体力 160% プラスだから結構強そう。ちょっとこのエネルギーボール試してみようか。お、なんだ？ん？エネルギーボール。なんで後ろに飛んでいくんだ、これ。こうか、エネルギーボール。せいや、わー、なるほどね。これマウスの方向に飛んでいくんだ。オッケーオッケー、なるほどね。こうやって倒すんだ。強いな、結構エネルギーボール。ちょっとエネルギーボール全然変な方向飛ぶんですけど。エネルギーボール変な方向飛ぶんですけど、ほら。そっちじゃないんだって。足元狙え、みんな。足元の剣を狙えば倒せるはずだ、こいつを。あ、あともうちょっと。あと、倒した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 。ナイス。え、
けど何も落としませんでしたって書いてたな今。え、なんか新しいボス来てんけど、やばすぎ。仕方ない、さらなる力を手に入れ、コブウェブパワー。これウェブパワーってなんだ。新しいゲットパワーゲットしました。ウェブパワー、おすげえ、あすげえスパイダーマンみたいになんかくる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 、あすごいぞこれ。敵のなんか他の人の上まで来れた、すごいやんこれ。どこにでも行けるぞ。こんにちは、やばい、こんにちは、やばい、こんにちは待って、全然ちょっと降りれない、こっちょっとこんなに空中を自在に回れるなんて俺、やばい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 、結構強そうこの敵。ちょ、一回俺も強くなりたい、もっと。いいね、じゃあどんどんもっと追加していこう。パワーロック、おお、なんだこれ、なんか力の岩みたいなゲットしたぞ。え、20系くらいもらえるんやけど、これ1秒間にこの力が溢れてくる。ライトも買って、スキンは、あ、スキン買える、新しいスキンだこれ。あ、来た、体力、やばい、なんか取り込まれた、あ、やばい、取り込まれた、いや、バケた助けて誰か。いやでも見て、だいぶ大きくなってきたぞ。でこれが新しいスキンやね、スパイダーマンになれたって感じか。エレベーター OK、 これでさらにエレベーター追加したから3階に登れると。オッケーオッケー、いい感じじゃないか。雪も作って、次は雪ステージか。うわ気持ちいい最高の景色だ、いいねこのゲーム、このゲーム超いいやん。お、先生またいるね、また先生ゲットしました。これでさらにお金もどんどん増えていくっていうことよ。恐ろしく早い、俺じゃなきゃ見逃しちゃうぜ。何が、何言ってるのこいつ一人でやっぱ学園のヒーロー系のアニメやと、ああいう中二病キャラは大切やからねいいね。なんかこの敵倒してさ、なんか絶対アイテムとか落とすと思うよな。ちょっと高速で切りつけていこう。せい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 、あ、せい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 、やばい、なんだこいつ、エネルギー弾、せい、もうなんで俺の方向に飛んできたオッケー、でも倒したけど何もドロップしませんでした。何いう、どういうこと。ボスを倒すと、そのボスの力を奪えるかもしれないらしい。だからここに運を上げるっていうやつあったんだ、これ。ちょっとじゃあ、運上げていこうか、これ。これでみんな、俺の運は結構上がったと思うんで、次こいつ倒して、こいつのパワーが落ちるように、高評価でお祈りしてくれると嬉しいです。ということで、みんなの高評価パワーをここにぶつけて、おら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 。こいつでも体力200あるよね。結構強いんよな。避けて、おりゃーケツがガラ空きだぜ、お前。おりゃー、せい、あ、せい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 。よし、みんな、もうちょっとだ。あと60ぐらい。結構いい感じやね。もう終わる。あと9。オッケーオッケーオッケー。頼む、なんかドロップしろ。うわー、何もドロップしませんでした。マジかよ。あんなに上げたのにな。やっぱりちょっと自分の能力上げるか、じゃあ。オッケー、この連結ポゴー。これ新しい能力じゃない？新しい能力ゲットしたぞ。なんでこれ？ん？風の攻撃かな？氷の息吹。おりゃー！あ、固まった。あ、凍らせれるんや。それだけだと。それだけだと。いや、まあでも強いか。氷の息吹。あー、でもまあ結構ダメージ入ってるね。さっきよりかはでも強いかも全然。よし、じゃあ500ミリオン溜まったんで、スキン買っていこうか。オッケー、スキン買って、次のスキンはなんだ、あ、やばい、また取り込まれた、もうまたやっちゃった俺またこん中に取り込まれた。ということで新しい服装、おー、なんかちょっとかっこいいね。てか今気づいたらこの下に俺の体力あったね。このシーンなんかちょっと映画っぽくない俺やちょっとほら立体起動装置使ってる感じが、こう進撃の巨人を彷彿させる。すごいぞこれちゃんとダメージも通ってるよねこれ。いじめられてる子がいるんやけど実験台にされ続けてる子がいるわ。エレベーターで次の階行けるんよね。次の階行けばさらにお金がゲットしやすくなるかもしれない。砂、あ、次は砂の階なんやけど、1個で200万ミリオンとかいるんやけど。あ、先生いる。先生買うしかないもん、これは。お金が足らなさすぎる、このゲーム。よし、津波警報、新しい能力ゲットしたね、これで。津波警報をゲット。で、津波と、あとスキンもゲットできるよね、これで。オッケー、スキンゲットしました。あ、またやばい、危ね、また取り込まれるとこあった。あ、かっこいい、このスキン。うわ、見て、めっちゃかっこいいのゲットした。俺もついにヒーローらしくなってきたじゃないか。ちょっとベルセルクっぽくてよくていいね。ちょっとじゃあ、この津波パワーってやつ、ちょっと試してみようか。はぁ、津波パワー、せい、なんだ、お、え、何どっか行ったんやけど。津波パワーフリーズドライ。オッケー。さらに津波パワーを引き寄せていくと。素晴らしいのでは？水のパワーを使っていきながら、オッケーいいよ。オッケー、けど何もドロップしない。マジで何もドロップしない、このゲーム。よし、エレベーター買って、じゃあ次のフロア行こうか。5階層行きたいと思います。5階層行くと、また新しくね、多分先生がいるから、先生でお金稼いでこう、下の階もそれで開けていくって感じでしょうか。先生いるか？
先生、あ、来た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 、先生先生。結構今日お金使っちゃってるな、このゲームに。ということでみんなもね、高評価をしてくれると嬉しいです。これでちゃんとここら辺のやつを買って、どんどんお金をね、どんどんゲットしていかないとまずいよ、俺も。これ70ビリオンこの子でゲットするし、この先生700ビリオンゲットできるからね。よし、じゃあこれでさっきのやつを結構ゲットできると思うよね。ほら、シールドパワーゲットしました。シールドパワー、あ、これも持てないんだ。氷のやついらないかな。透明化パワーも、これだな。これと入れ替えてと、スキンも解放と。うわ、なんかめっちゃかっこいいこれ。羽生えるぞこれ。あ、羽生えた。かっこいい見てみんな、黒ガラスノーランって呼んでくれ。これから俺のことは、俺のチャンネル名黒ガラスノーランに変更します、今日から。お、今回は、あ、なんだこれ、なにこれめちゃくちゃ強キャラ感すごくない？強そう。いやでも俺こっちの方が好きかな、かっこいいから。オッケー、これでこの階層は全部終わったね。まあいいや、この辺まあ作っておいてと。お金稼ぎちょっと先にしときたいから、ここら辺でちょっといろいろ解放していきな。いや 100T は無理だな。バリアモード来たよ。これ多分あれかな、ダメージが一定時間通らないっていう無敵ってやつだけかな。インビジブルモード、インビジブルモードで多分攻撃されないっていう感じかな。なんか普通にそうっぽいな。でバリアオーブは普通にバリアをするとまあ多分無敵なんやろうね、この間は。もっと威力高いやつ欲しいな、どっちかっていうと。ほら、なんかやっぱり跳ねついてるからさ、映えるよな、攻撃が、攻撃が映えるんよねやっぱかっこいい、羽はやっぱロマンよ、羽は。俺はスイ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 、あー、スイ、正面がガラ空きだぜ、後ろがガラ空きだぜ正面も羽も右手首左足全部ガラ空きだぜ、あんた。オッケー、倒そう。オッケー、倒したけどやっぱり何もドロップしないよね、この子。次のフロア解放できればまたね、結構お金がね、次のフロアで手に入ると思うよね。空、これ買ってみこうか。次のフロア来ないかな。来た来た、通路、あ、道路、いや買えないか。でこれライトもつけちゃってと。オッケー、これでちょっと屋上行けないかな、そろそろ。あ、来た来た、エレベーター400。あー、ちょっと時間経てば多分行けるな。よし、エレベーターをこれで作っちゃってと。これで6階に行けて、ここに、あー、地面先に作らないといけないのか。オッケー、地面作って師匠を買うと。オッケー、先生先生、この先生がね、一番お金くれるんやから先生いいね、 800T もらえんの、めちゃくちゃすごいやん。で下の階の上の階に先生作るとね、もうここら辺ゲットできるよね。飛行パワーいいね、飛行パワー。飛行はこれちょっとインビジとかが、インビジあんま強くなかったんで、インビジ外して、スキン、スキンいいね、スキン変えていこうか、そろそろ。おー、なんかすごい、何これ、かっこいい。ドラゴンスキンゲットしました。ついに俺もドラゴンの力を手に入れました。あ、スキンがあるね、ここに。スキン？え、結構俺このドラゴンスキン好きやったけど、これは？うわ、何これ、なんか、全然よくわからんな、これ。あんまりかっこよくないな。やっぱりこれドラゴンスキンでいこう、次は。で、この階は異常っぽいね。オッケーオッケー、全部解放してるね。よし、6階行こう、じゃあ6階。飛行ってさ、飛行の能力使ってみようか。強いんかな？お？飛べれ飛べるぞみんな、ついに俺、すげえかっこいい、おりゃー。すい、え、なに、嘘、なにこれ、 F、 これ飛行中は攻撃できないってことかな。これフライのライだけが嘘に変換されてフライってことか。なるほど、飛んでる最中は攻撃できないんだ。いや待って、でもこれさ、スパイダーの炎いらないんじゃない、もうこれ空飛べるなら。ほら空飛べるもん俺、ついに俺も飛行能力を手に入れたか。いてててて、なんだ、なんかめっちゃ攻撃してくる、いた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 、やばいな。これでここに到着すると。おお、いいね、なんか到着の仕方もかっこよかったな今。山とか雲とか今回作れんのか。山、雲、山、雲。おお、いいね、なんかちょっとかっこいいね今回のステージは。まあこの山とか雲とかをどんどん作っていって、あ、スキンはまだ買えないか。で次がね、7階で終わりやと思うよね。お、なんだ、マチェットゲットした。え、なんで、なんか急にマチェットゲットしたんやけど。え、誰かが倒したんじゃない、あれ、あいつからなんかゲットしたぞ俺攻撃してないけど、これ誰かが倒したらいいんだ別に。お、なんかめっちゃゲットした、マチェット、これはありがたい、初めての敵の能力奪ったぞ、マチェット攻撃。あ、うお、強い、待ってこれめっちゃ強いぞ。マチェット担いでここでポンとダメージ与えると、おわ強い強い強い、なんだこれ、俺が倒さなくてもよかったんや。じゃあみんなに倒しといてもらおう今の間にここら辺をどん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 作っておいてと。よし、みんなこれで多分ね、最上階のエレベーター買えると思うんよ。最上階のエレベーター購入、これで7階のフロア最終地点までやってきました。
オッケー、やっとここまで来れたぞみんな。今回結構長かったかな。さらにこの敵のハンマーパンチを使って黄色、おお見えなくなるよね。こいつの能力奪いたいな。落ちないかな、結構時間かかる。あー落ちなかったか。でこれで先生を買うと下の階が余裕で買えるぐらいお金もらえるからね。ここの先生は、先生お金ちょうだい。え、なに？ 1QI ゲットした。また桁変わった。さっきまで QA やったのにめちゃくちゃ今回も先生が大活躍だな。よし、じゃあこれで下のフロアのやつを全部買い占めよう。ストームパワーいいね。ストームパワーをとりあえず買っておいて、お、でスキンもあるんや。スキンもゲットして、今回のスキンはかっこいいやつがいいな。お、なんだちょっとマジシャン、おー、マント生えたぞみんな。ついにとうとう俺も本格的にかっこよくなってきたぞ。新しいスキンもある。お、なんだアヌビス。あいやー、どっちにしようかな。マントついてる方がね、ちょっとヒーローっぽいけど、こっちの方がちょっとね、俺は好きなよね。かっこいいな。これで多分ここのフロア終わりかな。めちゃくちゃかっこよくなってきたんじゃないか。これ使ってみようか。ライトニングサンダー。おお、雷攻撃をゲットしたぞ。雷の刃、おりゃかっこいい。しかも結構伸びるんや、前に。トレーニング買って買って、建物も買って、いいよいいよ。屋上が火山ってなんか熱そうやけどね。これでクリアか、もしかして。あ、まだもう一個あったわ。オッケー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 。雷攻撃、オッケー、いいね。いや結構ダメージ入るんじゃないこの雷攻撃。あ、強い強い強い。せい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 いいね、結構暴れ回ってきたぞ。落とさないかなこの子のアイテム。いや落とさないか、さすがに。よし、でこれで壁も作って、いや今回完成したんじゃないか。完成しただろこれ。空飛んでと、ほらほらほら、すげえいい感じじゃない。あ、まだあるか。まだウィンドウがあったな。窓があって、もうこれは完璧に完成したかな。オッケー、一応建物は完成しました。みんなすごいな。結構時間かかったぞこれ、めちゃくちゃ。よし、じゃあみんな、この建物の最後の能力、火力ゲットしていきたいなと思います。さあどんな力なんだ。めちゃめちゃ強いんじゃないかな。早速じゃあ使いに行ってみるか。あ、前方向に火柱を落とすんだ。火柱、いや強い強い、火柱。おおいい感じやん。ファイヤーデーモンもここまで減らしたし、全然落ちないけど何も。こんなに派手な攻撃俺はできるようになった結構強くなっただろ明らかに。ゴーレムを余裕で倒せると。オッケー、よし、じゃあみんな最後はこの屋上のスキンをかぶりながら、何が来るんだ。お、なんか大の大冒険やんこれ。ダセダサすぎる。最後の最後にこの大の大冒険のスキンになって、ここに1290円かかる最強の能力があるよね。みんなが高評価をしてくれるとね、これね俺の能力になります。ということで皆さん高評価よろしく。みんなの高評価が集まっていく感じがする。あー、隕石の力をゲットしました。最後にじゃあね、この隕石の力をこいつに当ててこの動画を終わりたいと思います。めっちゃかっこいいやん暗い隕石パワー、せいやー、うわー強い、これめっちゃ強いやん。隕石パワー暗い、おりゃわ、すごい。でも隕石をついに呼び寄せることもできました皆さん。ということで、この動画楽しんでくれたらね、チャンネル登録と高評価もよろしく。俺は太陽の国に帰りたいと思います。ってことでまた明日、バイバイ。